鶴田郵便局は、鹿児島県薩摩郡薩摩町にある郵便局である。郵政民営改善は、周配特定郵便局であった。住所、郵便番号895-2101鹿児島県薩摩郡薩摩町鶴田2707-1874年12月16日、薩摩国伊佐郡鶴田126番戸に鶴田郵便所として設置され、 翌1875年1月1日に、鶴田168番号へ移転するとともに、鶴田郵便局に改称された。1885年10月1日から郵便貯金の取扱いが、1900年7月1日から小包の取扱いが始まり、1922年11月26日からは、電報も取り扱うようになった。 昭和初期における年間取扱い数は、通常郵便の配達が約35万件、引き受けが約18万件、小包の配達が約3000件、引き受けが約1000件、電報の配達が約1700件、引き受けが約2700件であった。1930年2月11日から電話の利用が可能となり、 1950年3月27日から1977年7月27日までの間は電話交換が行われていた。同局区内における初期の電話加入台数は16台であった。1970年9月30日から同局の回線を利用した農村集団電話が開設され地区内の電話普及率が大きく上昇した。 郵便物の輸送は1934年の薩摩、鶴田駅開業以来鉄道が利用されていたが、1963年10月1日以降は岩崎産業への委託となり、川内郵便局と大口郵便局を結ぶ経路に乗せて輸送されていた。当初は前川周辺の定置にあったが、1982年7月19日に豊原と呼ばれる大地上へ移転した。 ありがとうございます。